失礼します。コロさん、お邪魔します。改めまして。改めまして、おはようございます。よろしくお願いします。この7台をどうやって切り替えるの、後で。何なの、これどこ見りゃいいの、俺は。ぜひお願いします。どうぞ。いいですか、早速。はい、じゃあ早速参りたいと思います。すごい、大丈夫、緊張してきた。1問目いきます。1問目、はい、愛知県トライアングルさんから。この夏は猛暑らしいのですが、暑い時どのように涼をとっていますか。もうね、質問がくだらない。もう人に相談することじゃないでしょ。大人なんだから分かりそうなもんでしょ、ね、みんな猛暑猛暑とかね、なんか異常気象だとか言ってるけど、暑くない。太陽なんて外側が200万度あんだよ、太陽。それが冷めて40度までなってんだよ。だから38度とか40度ぐらいはもうありがたいと思わなきゃいけないんだよ。だからね、そういう暑いけど涼しくする方法とか過ごしないように。あと NHK の放送とかニュースで暑いところ熊谷が何度だとか言ってんじゃん。あ、やめて。暑いの分かってんだからさ。涼しいところの情報はニュースなんじゃないの。余計皆さん暑いと思いでしょうが、長野の今ここはですね、なんと20度ですよって、そういう放送してよ。そうですね、と少しは涼しくなるじゃん。そうです、ね、みんなが暑い暑いって言ったら暑いからさ。暑いっていうだけの話でこんな長く話してますけど、切羽詰まった感じ、お願いしますよ。わかりました。切羽詰まったの、はい、ちょっとね、これは次はちょっとぜひ聞いていただきたい、はい、うちの夫は結婚して10年、うん、一度も夕飯で美味しいと言いません、うん、足りない時にはカップ麺を食べます、うん、とても切ないです。どうしたらいいですか。もう初めからカップ麺も出してればいいじゃん。なるほど、なるほど。足らない時はどうぞって、こっちから先に行かないと。こちらからあっちから待って、あ、カップ麺食べてる、何私のじゃ、何なのなんて思う前にカップ麺も添えて出せばいいじゃん。カップ麺こっちから攻撃しないとね。ああ、なるほどね。そういう人はと、あの友達とか飲み会の時に、うちのかみさんいつも作ってくれてる、外ではね言ってんの、そうなんです、ね、そういうもんなのよ、でも言ってくれたらいいのに1回ぐらいって思うんですけどね。うちはね、もう何て言うんだろう、うん、もういろいろお皿並ぶじゃん、はいはい、一つ食べるごとにうまいっていうね、俺は。あ、すごい、おーい、いや、それは家のご飯が一番おいしいからなんですよ、っていうことなんですね、やっぱり、夕飯は1日のピークに持ってってるんで、夕飯中心に仕事を作るから。へー、そうですよ。ただ金曜日だけはどうしても夜遅くなっちゃうんで夕飯食べられないんですよ、はいはい、笑ってこられてなんとかなりませんから、ね、本当によく価値観がね、あの一緒じゃないとか言って別れる人いるけど、いや、価値観なんか違うに決まってんじゃんね、自分と結婚したんじゃないんだからね、全然違うよ。で、全然違うこと言われた方が2つ人生楽しめる感じするでしょ。僕はこう思うけどって、いや、私はこう思うよって、そっちに一回乗っかってみると違う人生観で楽しいじゃん。だからできるだけうち、僕ね、家族でどっか行こうよなんてのには全部参加したいね。自分が望んでないところに行ってもそれは経験が、体験がなんか新しいから、あとで楽しいの。あー、来てよかったと思う、最後はね。そうですか、そうなんだよ、得したと思うもん。いいですね、うん、じゃあ次いきますね、はい、次、神奈川県50代の女性です、うん、思春期の男子への接し方を聞きたいです、うん、反抗期ってすさまじくロックなんですけれど、うん、ご本人もロックな反抗期でしたかというところです。あ、もうそんなに反抗期なんてないんじゃないですか。反抗期なくて、でも世の中の人はほら、その思春期とかに親に反抗したり、あの親と話しなかったりとか、それはもうひどきゃひどいほどいいと思います、僕は。そうですか。ひどいことした息子娘は、あの自分が年取り行った時に親孝行は、いやー、もうこれ、いや、なんか、なんていうんだろう、こんな大変だったんだなってことをもっと返してくれるから、だから親孝行への貯金だと思えばいいんじゃないの。へー、まあ、いいですね、親孝行への貯金、うんうん、なるほど。だから耳元で言ってあげないのに、反抗してたら、それは親孝行への貯金と言ってな。何言ってたこいつとか、その時は言うだろうけど、やがて気づくから、それは親孝行への貯金なのだよなんて言ってくればね。それいいですね。もうこう T シャツ作っちゃう、親孝行への貯金って。もう家族分作っちゃう。今日初めていいこと言ったね。すいません、初めていいこと言った。ここだけ使って。
岡県50代の女性から、うん、若い世代とのコミュニケーションで気をつけていることはありますか。ないよ全然、うん、同等だよいつも。俺近所の中学生とも今文通してんだけど、あいつが友達になりたいって言うから、あいいよっつって、友達付き合いだよ。そいつね、小学校の時にね、能登の方から引っ越してきたの、挨拶に来たの、はいはい、近所に引っ越してきましたね、菓子折りなんか持っちゃって、で手紙が入ってて、父さんと友達になりたいんですけど、でなんか絵しりとりをやりたいって言うから、いいよなんつって、だから俺会ったことないんだけど、はい、神さんは会ってんだけど、はいはい、だからそのポストとポストで出し入れしてもう2年、もう2冊目の後半、すごい。今は期末テストかなんかで忙しいんで、あの何日間か休みにしましょうなさ、おめえが言い出したんじゃないかよ忙しいんでちょっとって忙しいんでごめんなさい、ごめんなさいと。で俺がたまに忘れてると手紙が入ってんの、体の調子でも悪いんですとか悪くねえわ、やりとりは中学生だからとか娘だからとか、はいはい、あのなんていうの、子供だからとか、うん、ないですよ、同等。ありがとうございます。じゃあ次いきます。あ、もう一回、うん、あ、休憩いいよ、休憩なんか別にじゃあタバコ後で CG で消してくれる嘘、吸いたくない、いいよいいよ、全然いい、大丈夫、ありがとうございます。じゃあいきます、京都府30代の女性です、うん、落ち込んだ時の気分転換はありますか。思うように進歩できない自分を周りと比べて焦ってしまったり落ち込んだりしてしまいます。何か壁を乗り越えていくにはどうすればいいですか。あ、なんか質問っぽいね、ちゃんとね落ち込まないからね、第一落ち込むっていうのは自分を高みに置いてる人がこんな俺じゃないって言うんで落ち込むわけだから、本番に何かやった時に、はい、あ、うまくいかなかったと、あんなに練習したのにこんなうまくいかなかった、こんなうまくいかない人間なんだよ、だから鼻からそうなので、そういうのを重ねるごとに少しずつうまくなるんだから、それは初めからみんなに褒められるものができないから俺には向いてないとか、うん、やっぱ上がり症だから俺には向いてないとか、俺は手先には不器用だからあんなそのことやったってうまくいくわけがない、やれよだよ、だから子供だって箸だなんだってこうやって使うのだってだんだんうまくなって、今何にも考えないで箸使うじゃん。そうですね、だんだん慣れてくるし、それがこうルーティンになってくるから、そうするとちゃんとできるようになると、でその時に初めて失敗って言葉を使うべきで、初めに何かうまくいかなかったことは失敗って言うんじゃないよっていう、うまくいかないんだからうまくいくまではやる、そうすると失敗一個もないから。今日いいことなかったらこっちに打ってくださいみたいな、指打ってるっていうのも宮城県、うん、50代熊吉さんからです、自分がこの年齢に到達していかに自分がちゃんとやれていなかったことかを指摘されました、うん、今はその間違いに気づきリカバリーするために自分なりに勉強したり奔走していますと、うん、所さんは人生折り返し地点の50代になってからの気づきはありましたか。ないね全然折り返し地点だと思ってないよ。なるほど、50代が折り返しだと思って、全然もうその日一日生きるのが一生懸命だよ。あと年いくつだって思ったことないよ。そうですか、うん、はあ、この年だから行動しなきゃいけないとかないね、うん、そうですか。結構私今42なんですけど、うん、なんかあ結構40代まで来てなんかここからどうしようとかちょっと思っちゃう。40になった時は40で楽しいんだから。あ、そう、例えば自分が80になった時は40を羨むんだよ。うんうんうん、今現役の40なんだから、はいはい、そっか、40を嘆く意味が分かんない。なるほど、昔の自分を見るんじゃなくて将来の80の自分を見て今元気だしみたいなすごいっすね。いや、そういうことでしょ。いいですね。運送屋さんに電話を入れて、運送屋さんですかと聞けば、運送屋ファイヤーウーマン。え、動くんですか。ちょっと待って、ね、動いてる。楽しそうな人のところにしか集まんない。へえ、そうです。例えば私はこんなことなんかガチャガチャガチャやって面白いってやってたとすんじゃん、はい、それちょっとやらせてくんないってなるじゃん。僕を見てるのは周りの人じゃないですか、はい、
で朝鏡で僕は僕のこと見るけど、朝だけですよ自分のこと見るのは。あとは周りが僕を見てるわけじゃない。そうですね。例えばなんていうの、うちのかみさんなんかにあいつ面白かったなとかって言われたいし、周りの人に良かれってことをすることが自分が生きるってことなのよ本当は。これ種明かしだけど、1973年が僕の未来で、僕が18の時ね、それを未来として今の便利なものをチョイスして1973年に持って帰って暮らししてるってこと。そういうコンセプトコンセプトっていうか、どうしても時代とみんなと一緒にこう生きなきゃかっこ悪いと思っちゃうじゃん。その自分の豊かさってここ本当は違うわけじゃん。夕方暗くなるとかね、風が吹くとか、夕立があっちから迫ってくる埃の匂いがするとか、土がないから埃の匂いがしないでしょ、はい、そういうのが僕の未来だと思ってるわけ。へ、僕らの時はちょうど良かったよね、こう高度成長じゃないけど、もう勢いに全部こう見るわけじゃん、はい、途中で電子レンジが出てくるわけじゃん、はい、だからその便利をありがたいって思うわけじゃん、でもありがたいところから生まれちゃうとこれが普通になっちゃうんだよ ね、 ここからですもんね。皆さんほら数字にものを置き換えるじゃん、数字、はい、こんな数字だから調子悪いとか、これ数字に支配されないから、だから触れば熱いとか、はい、この感覚とか、あのもう数字が出てきたからちょうど飲み頃とかじゃなくて、なるほど、自分の感覚で、自分の感覚が優れてるんだってこと。で今の便利なものを全部暮らすんじゃなくて、チョイスしてその暮らしをすると豊かな暮らしになる。そっちに持っていくって、面白いですね。